今から100年以上前、人類にある天敵が現れた。彼らと人類の間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類はマリア、ローゼ、シーナの3つの壁を築き、そこで100年の平和を実現させた。しかし845年、突然現れた超大型巨人によって、すべての日常が壁と共に破壊された。人類はウォール・マリアを放棄。2割の人口と3分の1の領土を失い、活動領域はウォール・ローゼまで後退した。駆逐してやる!この世から一匹残らず。847年、その決意を胸にエレン・イェーガーは訓練兵団に入団した。そして君も訓練兵団に入団したその一人だった。説明をさせてくれ。
来たか。